私に伺う移りたいと思います。このようにまず動画でご紹介したいと思います。このように透析を受けているライさんのそばにですね、立ってケアをしていらっしゃいますサイ先生ですね。数年前にはですね、仕事が大変でですね、実際にサイ先生自身も体調を崩されたんですけれども、その熱意はですね、そがれることはなく、この研究、そして、慈西大学に、辻大学に戻ってですね、教学に就いたほかでですね、研究も行っていらっしゃいます。そして、この中山大学の、方々とですね、医師とですね、共同で研究を行っていらっしゃいます。そしてこれまで70本の研究論文を発表してこられました。このようにサイ先生はですね、土井大学の医学部第一期生ということで、非常に謙虚にですね、この研究を行っております。蔡主任が会場に来てくださいました。基本上他是第一个来到主场，然后第一次来拿起麦克风直接讲说，请问美云是哪一位？蔡医师がですね、初めて会場に来られた際にはですね、ビウン先生とは誰、どなたがビウン先生ですかというふうに言われたことを覚えております。在嘉义大家有目共睹哦，所以呢，真的名副其实。而在今年，他更是正式成为老师。そして、辻の鍵クリニックもですね、この蔡主任の元ですね、非常に素晴らしいサービスを提供しているほか、今年からはですね、教授に就任されたそうです。では、蔡主任にお話を伺いましょう。ビュン先生どうもありがとうございました。証言方針、そして聖書のお師匠様、世界各地の皆様、そして会場にお越しの皆様、こんにちは。以前はですね、学術的な、医療に関するですね、内容をご紹介してまいりましたけれども、今回はですね、異なった切り口から皆さんにお話をしていきたいというふうに思っております。この慈悲の石の道ということはですね、非常に幸せな道だというふうに思います。
所以我们做的一定会比别人再多一点，可能多非常的多。好，刚刚美云老师有介绍过，我想我重新。まずはですね、自己紹介をさせていただいたきたいと思いますけれども。辻大学医学系の第一期の卒業生でありまして、卒業後はですね、まあ、足りない部分も、まあ、ありましたので、博士系に、博士コースに進めました。让我可以早一点毕业，不然哪一天出车祸我也不知道，所以他就可怜我，就让我毕业了。好，那当然我在民国95年我就从花莲慈济医院转到。そして、我也曾经问过那个时候是。私はですね、慈济大学の病院からですね、代理鍵代理だ代理の慈济病院に移りました。まあ、ご縁があってですね、もう彼に戻ることはなく、この鍵の皆さんのお役に立つことになりました。そして3年前にですね、辻の鍵クリニックが開設したばっかりの頃ですね、こちらの 10分ほどいただいて、この辻クリニックをご紹介させていただきました。今年 3周年なんですけれども、まあ、もうすぐですね、4周年を迎えます。ということで、ここに4と書いたのはですね、まあ、もうすぐ4年目を迎えると、そして4年目を迎える頃にはですね、またここでお話をさせていただければというふうに思いまっています。私たちの鍵辻クリニックはですね、辻のこの医療システムの中で ですね、特徴的な場所でおりまして、垂直統合型で高品質のサービスを提供しているクリニックであります。予防医療から介護までワンストップでサービスを提供しております。そして、この辻のクリニックに関しては、例えば透析サービスですとか、また内視鏡検査が行えるセンター、そして、介護サービス、介護センター、そしてリハビリセンターがございます。これは、この5つのセンターがあるクリニックになっております。今回のテーマですけれども、医師というのは非常に特殊な職業でございます。紀元前からですね、紀元前の頃はですね、医師は神職も兼務していました。ということで、医師というのは非常に神聖な職業だというふうに捉えられております。私が医学部にいた時にはですね、まあ、まあ、成績も悪くなかったんですけれども、まあ、悪くなくですね、まあ、本当は教師になりたかったんですけれども、まあ、高校のその教師からの勧めを受けてですね、医学部に進むことになりました。そして、そしてどうして私がですね、医師、専門医からですね、研究型の主治医、あるいは教授に、教学に進むことになったかというのは、後ほどお話しさせていただきたいと思いますけれども、どうして辻の大学医学部を学ぶのかというと、
この辻大学は台湾の東部にあります。まず一つは新鮮な空気を吸えること、そして彼の生活のリズムというのは本当に人にぴったり、人の生活にぴったりなんですね。今忙しいスピーディーな生活が一般的なものになっておりますけれども、彼に戻って正社に戻るとですね、やはり戻るとですね、やはりこのゆったりとしたリズムでですね、生活をできる場所であると思います。そして、通知の大学を卒業すればですね、仕事が見つからないか心配する必要はありません。と言いますのも、辻の病院がですね、台湾の各地にいくつもあります。そして、我々、辻大学には非常に多くの海外留学生が、海外からの留学生がいらっしゃいます。ですので、ぜひですね、台湾の皆さんだけではなく、世界各地の皆さん、辻大学で医学を学んでみてはいかがでしょうか。そして学生がどのように学んでいくかと言いますと、この辻大学、そしてこの辻病院の医師の間はですね、非常に良い関係を保っております。そして辻大学は証言奉仕からのですね、祝福を受けることが可能です。ですので本当に今はですね、皆さんにこの彼の辻大学に行くことを勧めているんですけれども、私が受かった当時はちょっと違いました。というのは、父が癌で亡くなって、本当に彼に逃げるような形でした。というのも、試験の結果もあまり良くありませんでした。しかしですね、しかしですね、辻の大学で、学んだ大学1年生、2年生の頃はですね、今まで学んだことを全て忘れ、たいというような気持ちで、本当ちょっとうつ病のような感じでした。授業に参加するよりも、海を眺めている時間の方が長かったような感じです。本当に、先生が出席を取るときにはですね、教室にいないということが非常に多かったですね。そこから、解剖の授業が始まった頃にですね、やはり私は自分自身は医学部の学生なんだという自覚が、持つようになりまして、きちんとですね、学ばなければいけないというふうに思いましたし、また代理に移ってからもですね、臨床の研究を行って、自分のそれを研究をですね、貢献させていくことが重要だというふうに思いました。ですので、医師とは何でしょうか。医学部に受かることはもう非常にですね、光栄なことですよね。昔の考えだと、医学部に受かればみんな喜んでました。だけど、本当に病院の先生に医師になるとはそんなにいいことなのでしょうか。私はこう医師になった今身をして、とても大変な仕事だと思っております。病人さんの患者さんの体の
状況によってそばにいて状況も見なければいけません。そして病院が分からなくても医学論文そしてネット上たくさんなことを調べなければいけません。还要看一下教授那一天开不开心，如果不开心，你可能就是要等着被骂说啊，都几岁了，现在这个问题都还不知道，所以这个是会遇到的问题。另外呢，其实这个世代，そしてどうしてこのようになったのか、で発生しないとわからないこともたくさんあるので、对于我们的身体，そしてよくあるのがあまり理性的ではない病気の方。患者さん、そしてご家族、患者さんのご家族ですね。このように体の上、何て言ったんでしょう、人体上の苦しみだけではなく、メンタル方面でも参ることがたくさんありますね。患者さんたちはその病気にかかっているので、とて毎日毎日落ち着いているわけではないので、マイナスの考えを私たちが引き止めなきゃいけないこともあります。このようにいい先生、病院の先生、偉大なる医師ですね、忘れないでください。あなたの病人は肺炎ではありません。私たちが面倒を見て声をかけなきゃいけないのは病気ではなく人なのです。そして病人の家族でもあります。この場合は私はこのように研究や教育を進めるのか。この中にはたくさんの物語があります。那个时候是因为花东地区是农业社会，农业社会很多时候私たち花蓮や台東は農業世界ですね。そうするとたくさんの老人の方、そして追い詰められた方が農薬を飲むことがあります。到底我们还有没有什么方式可以让这些患者なので私たちはこの農薬を飲んでしまったときに何かいい方法でこの患者さんを生きたまま元気な健康のまま病院から帰ることができるのか。でこちらは台湾でよくある槟榔ですね。然後慢性腎臓病。如果可以找到槟榔跟慢性腎臟病的關係，或許我們在もし槟榔を食べること、そして慢性腎臓病の関係にどんな関係があるのか分かることがあれば、研究の動機にも私にとってはなりました。なので、槟榔は慢性腎臓病の悪い影響になるのは事実ですね。なので、槟榔を食べている方には、このようなことが起きる、どのようなことが起きるのかと説明しなければありません。そして、教育の方面ですね、どうして教育をしなければいけないのか。私自身もいい生徒ではなかったと自分では思っています。子どもの頃から別に授業を受けなくても自分で勉強できれば自学でいいなと思ってたんですけれども、自学だとよく壁に打つことがありますね。なのでテストはいつも80点なんですけど、100点ではありませんでした。そして分からないことがあっても私は人に聞くことができませんでしたね。そしてこの今映像にある絵では、この男の子はこの犬に口笛を吹く。そして女の子は犬に言います。じゃあ口笛聞かせてと。
そして男の子は言います。私は犬に口笛を教えたけど、この犬が口笛をできるとは言ってないよと。なので私たちは教育の立場として教えたのではなく、学生が学んだかどうか、確実に学べさせることができているのかどうか、それが大事なことだと私は思っています。今の教育はそうですね、とても大事なことだと思っております。でこちらの絵をご覧ください。この絵はイギリスの画家ルーク・フィルズが1891年に描いたものです。貧しい人の家の中で身なりのきちんとした椅子が椅子に座っています。そしてこの椅子も子供が横たわっているベッドの代わりですね。ベッドもなく椅子を引き継げた椅子を2つ並べたものになります。そして後ろにお父さんが立っていて、お母さんは横に横たわっています。疲れて。そしてこの医師は子どもの状況をずっと見ている様子を表現しています。子どもの表情が何か変わってないか、そしてその時の医術だともしかしたら助けられるか分かりませんが、医師はそれでも気にをかけて面倒を見ています。なので私たちはどんな病状の患者さんにもこのような思いを保つのがとても大切だと思います。先ほどビン先生の話でも AI、 そして人、 AI の知能が人を変わることができるのかという話がありました。今の技術ではだん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  AI を人間に近づけて代行できる方法をたくさん探しています。同時に私たち人間も尋常性がなくなってどん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 機械的になっていくこともあります。なので私たちは病人の病気を見るだけではありません。患者さんの人に忍耐強く向き合っていかなければいけないと思います。这张图我们可以看到，其实刚刚不管是石金师姐还有文清师兄，还有很多刚刚的师兄姐都有分享了老人家对于下一个世代的传承，我们是怎么样？我们把身上的皮、肉、骨头、血，把它挖出来。そしてこのように親老人の方がどのように次の代の人を育てられるのか伝えられるのか、この絵を見ると自分自身の血、肉を取って子供に分けています。そして子どもたちに自分の夢を軽く踏んで上に上がってほしい。これは私たちの期待の一種でもあります。証言方針もどのように伝えていかなければいけないかと私たちによく話をしてくれています。我们会认为我们做的任何的事情好像都不大正确，
私たちは自分が担っているこの仕事に関して疑いを持つことがよくあります。合っているのか、迷いがあります。これは詩ですね。私たちの司校長がよく私たちに教えてくれるんですけど、道の上ではよく2つの道に分かれています。1つは難しい、そしてもう1つは楽な道。で、私の判断の基地は楽とかではなく、人が少ない道を行こうと思います。そしてその道を歩いていく工程の中で、私は何度も医療から離れたいと思ったことがあったのは事実です。しかし自分で選んだ道は後悔はありません。最後まで行き進みしかないのです。なので私たちの理想と現実が敵対したとき、私は振り返って、最初、どうしてそのとき医学部に入ろうと思ったのか、動機は何なのか、どうしてみんな通知に入ろうと思ったのか、現実と理想が敵対したときに、最初の出発点を見返して、次の道を進めていけばいいのかなと思います。もちろん私も休学、そして今医師となって、台湾の民国83年から来年で私が医者になって30人な、そして通知に触れて30人なんですけれども、30年なんですけれども、ここまで歩いてきた中で、先ほど言ったように私はいい生徒ではなく、素晴らしい人間ではなかったと思うんですが、集まりとかあっても私は途中でよく抜けたりしてました。私はそのような愛情を受け入れられないと思い、今と違く反抗的ですぐその場から離れてました。その時はそのように感情、何か愛情、感情、人情、何か一つを受け入れて、そしてその情がなくなったときに苦しんでしまうというような考えがあったので、すぐにその場から情を受け取る前にその場から離れてました。このように医療の過程の中で、通知の教育、そして通知の学生たちは、皆さんとても幸せですね。私のように学校を卒業して、時間が経ってから、両親、そしてたくさん学校の方でいい人がいて、助けてくれたんだと。発見するのを遅くないように、皆さんも今を大事にしてほしいと思っております。そしてどのように受け取って次の代に引き継げるのか。私は若い時に先生以外にも、スポーツの先生、体育の先生になりたかったです。私はもともと小さい頃から背が高い方でしたので、入学したときに証言方式が私を見たときに、この寮 の, あのベッドは180センチしかないので、このように背が高い子に寝るには足が出て長、背が高すぎて、ベッドが短くて、足がはみ出てしまうので、その時証言奉仕は私たち背が高い子を見て、すぐにベッドを変更してくれました。180センチから190、200センチまで長いのを作ってくれました。この点から見ても証言奉仕はとても優しく、皆様を見てるとすごくわかりますね。要不然以我的个性可能早就跑掉了。
このように証言奉仕をはじめ、通知の方々が細かく面倒を見てくれたので、私もまだここに入れたのだと思います。でないと、以前の性格だとすぐにここから離れてしまったのかと思います。毕业生跟慈大的教职员篮球队所共同拥有的一些美好的经历。好，最后要跟大家分享的就是，最后にですね、皆様に話したいのは、大医王分别并向小鸟药性水病收药，大川师运载群生度生死和之涅槃案。其实医疗不是只有医治身心。医療というのは心や体を2つがとても大事ですね。体の健康上を面倒見る、そしてメンタル上もとても影響があるものだと私は思っております。そして患者さんの家族、どのように患者さんの家族たちに私たちが伝えたいことを伝えられるのか。で、こちらですね、医学の道で重要な10の心得なんですけれども、私が学生の頃からずっと胸に秘めて見てきたものです。この10の心得を介して、私は今まで医者になった動機、そしてエネルギー、簡単に読むんですけれども、医学の、困難の中で慈悲が生まれ、変化の中で知恵が問われ、困難の中で人生が呼び起こされ、膨雑な中で体制を学び、複雑な中で余暇を見つけ、理想の中で進歩を追求し、人と人の間でお互いに感謝し、社会の中でむつまじく過ごし、大地で長い休職を取り、世界が無病息災となる。皆さん、今日はありがとうございました。じゃあ、簡単な問題をビユン先生に出したいと思います。もし夜中、喉が渇いたらどうしたらいいでしょう？わからないです。いや、もちろん健康上では夜中には起きないで寝てる方がいいですね。あまり夜更かしはしないのが一番いいです。よく中国語ではサーリワンというお茶のブランドがあるんですけれども、とても有名なブランドで、よくこのお茶を飲むと保衛官、そのお茶の匂いが戻るとあるんですけど、その言葉にかけて、そのチャーリーワンというブランドのお茶を飲めば夜中でも保衛官、そのお茶の味が戻るということで、かけてちょっと答えを出してみました。まあ、基本的なものですけど、自分自身の面倒を見れないと他の方の面倒は見れません。自分自身が健康でいなければ、より多くの通知のこともできなくなるので、皆さん健康には気をつけていきましょう。皆さん、どうもありがとうございました。お願いします。前回ですね、通知に行って、会議に行った時にですね、食事をして、最後に会見の時にですね、蔡先生が、来てくださって、お話をしたときに、今回このチームに入る、高尾の北京学会チームに入ってくれてありがとうというふうに、お話をしたんですけれども、さっきもお話があったようにですね、
夜更かしばかりしてるからあんまり良くないというふうに言われてしまいました。しかしですね、まあ、あの本の執筆はもう終わったので、あもう多分夜にですね、あの LINE とかメッセージを送ってくること送ることはないと思うんですけれども、本当に、まあ、あのまあ、このようなエピソードが ありましたということです。我如果不解释，你们都以为蔡医师今天的简报是凯旋做的，对不对？我跟你讲，是蔡医师做的。原来凯旋会的，蔡医师早就会了，并且交给他了。で、今回のですね、あのパワーポイントは、まあ、あの奥様が作ったというふうに思った方もいらっしゃったかもしれませんけれども、あ、この今回のパワーポイントは蔡医師がですね、ご自身が作られた、あ、そうです。我有没有慧眼识英雄？我其实真的就是他们这样讲一轮，有些人没讲话，他只是讲几句话而已，我可以马上断定总编就是他，没有其他二人选了。他进来才不到一个半月，所以各位，这就是周信宏第我们十周年的时候看到我们总编站出来讲话，突然跟旁边人说：“你们认识他是谁吗？为什么我们不认识的人一下子变成我们月上云端的总编？”周信宏，你了解我的慧眼识英雄了吗？麦克风给你。我要跟老师提醒一下，到明天为止我就满周年了。ここでちょっとお話ししたいんですけれども、このチームに入ってですね、私はもう来年で、明日で1年になるんですね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、この鍵にお住まいのですね、許さんなんですけれども、まあ、今回このお魔法の執筆を通じてですね、我々、高尾オンライン勉強会チームに加入してくださいました。どうもありがとうございます。それでは来週のお知らせになりますけれども、まあ、今回ですね、